ただいまに K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ世界最強決定トーナメント準決勝第2試合を行います。アゴナー169センチ、 64.8キログラム、 タイウィラサクレックフェアテックスジム、ゲオウィラサクレック。1回戦36秒でヒロヤを沈めました。さあ37秒目始まります。ゲオウィラサクレック。赤コーナー175センチ、 65キログラム、日本 K-1 ジムヤビス小広井巻道場、ノエリーマサーキー。1回戦苦しんで、しかし夢にまで見たあの男とついに拳を交えます。ノエリーマサーキー、 K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ世界最強決定トーナメント準決勝第2ラウンドが始まります。失礼、準決勝2回戦目が始まります。第2試合が始まります。すでに決勝進出を決めたのがモロッコのイリアス・ブライド、その対戦相手が決まります。さあ中村さん、はい、この2人ようやく拳を交えることになりました。そうですね、なんかこう2人がねリング立ってるの見ると、あ、本当戦うんだなみたい な、 なんかちょっと不思議な、はあ、気持ちにもなれますけど、はい、まあ、ノエリ選手がねどうこのゲオの攻略法っていうのを頭にイメージしてリングに上がってるのか、それを見たいです ね、 ですね。関根さん、このカードも、はい、実現したら楽しみだとおっしゃってましたね。楽しみだったんですよね。もうイリアス・ブライトが上がりましたから、はい、やっぱりこうやってノエリ選手頑張って上がっていってほしいですよね。そうですね。さあ第1ラウンドが始まりました。準決勝の第2試合です。赤いグローブがノエリ・マサーキ、青いグローブが王者ゲイオ・イラサクレックです。前蹴りを飛ばしていくゲイオ。この2人は対戦が一度予定されていましたが、ゲイオの怪我により流れました。ついに実現です、このトーナメント準決勝で。今直前の K1 クラッシュ公式モバイルのファンの皆さんの予想ではゲイオ KO 勝利が 40%、 ゲイオ判定勝利予想が 30%。 今ガードの隙間からうまく入りましたね、右フック。ノイリを KO 勝利予想したのが 22%、 判定勝利ノイリが 10%。マサトさんはどんな風に見てるんでしょう、はい、この2人。いや、まあ、お互いテクニシャンですからね、はい、うわまた左ストレート。ちょっとでもゲオのパンチが怖いです ね、 そうですね今日は。関根さん、トーナメントに入ると、はい、ゲオのパンチが特に冴えるんですよね。ゲオ今回はヒロヤ戦とは違って静かな立ち上がりですね、不気味ですね。あとはノイリがサウスポーに対してどうなのかっていうのが、はい、そうですね、ええ、右入れたノイリー。これでも正人さん、どう戦うべきですかね、このゲオに対して。ちょっとやっぱりパンチではゲオの方が上だなっていう感じがしますね。そうですか、やっぱり蹴った方がいいんじゃないですかね。あ、今スイッチ見せた、ノイリも右足前のサウスポー。中村さん、時々見せますね、はい、ノイリもこれ。そうですね、ゲオ、あの初代王座決定トーナメントの時は、いや、サウスポーのクロス、これだ、打ってこいとゲオ。ちょっと木村フィリップスを思い出しました。あの久保選手もサウスポーでちょっとやりにくそうだったじゃないですか。そうですね、それも考えてか、サウスポーにしています。今いいですね、まあ、サウスポーね。そうですね、足すくっていく、はい、逆にすげえもうサウスポーが苦手なんですね、きっと。可能性ありますね、距離近い、パンチ出なくなりましたもんね、サウスポーに。確かに関根さん、これノイリ考えてますね。あ、ノイリ選手これで、あ、こっちの方がいいって今思ったんじゃないですか、ね、ハイキック、おこれは、はい、ちょっと関根さん、こう抱えたりするようになってきてますもんね。そうですね、ちょっとなんかゲオがなんか伸び伸びしてないですよね。まさに伸び伸びしてない、そんな感じします、急に手が出なくなった、サウスポーに変わったら嫌だなっていう感じが。いいね、あとさ、前も狭いですもんね、近いですもんね。やっぱりさ、左、自分もあんまりサウスポーってやる機会がないんだと思いますよね。銃を取ってプレッシャーかけていきます。インドを放ちました。これしかしノイリはまだ左、サウスポー。ノイリはもう考えてましたね、2回戦で手を取ることを。中村さん、伺いましょう。そうですね、ただあの序盤右フックかなり
思いの入ったと思うんですけど、ノイリ選手よくあそこしのぎったというか顔を変えなかったですね、うん。ま、これはもうサウスポーになった後のところ先にこうジャブ入れたんですね。おこれですね。そうですね、そうですね。まあ、でもポイント取ったんじゃないですか。うん、そんなにあれサウスポーってやっぱり違うもんなんですか。やっぱり違いますね、はい。172戦を戦っているゲイオにしてもやはりそうなんですね。まあ、170戦中の百何十戦かは多分オーソドックスだと思うんですよね。そうですよね。セドナーセドナリー両方できるっていうのはノイリー強いですね。そうですね、ラーズすでにこの今生き残っている日本人は1人だけ、ノイリだけです。1回戦、はい、オーソドックスですね、今度ノイリ。そうですね、左足前のオーソドックスノイリ、まあ、展開によって変えようという形じゃないですかね、うん。おお長い右から左につなげるストレート、また右足前のサウスポー、速いジャブだな。ゲイオのしかし右足のももがかなりちょっと赤くなっています。前蹴り左のローが入ってたということですね、ノイリの。おお右のストレート先に入れた、いい打ち合いだな。おおマッチ3までこれ危ない。あのジャブを打たせちゃダメですよ、そのまま、はい、ブロックの上でも、うん、リズム乗ってきますよね。リズム乗るし、その後のやっぱりパンチが距離もつかまるし、パンチが入るんですよ、はい、左が。すでに決勝にはイリアス・ブライドが進んでいます。その対戦相手が決まる準決勝第2試合、王者イラサクレック、ゲイオウイラサクレックが青いグローブ左パンチ、うん、ゲイオウ明らかにサウスポー苦手ですね。ノイリがサウスポーに変わると、ほうノイリサウスポーで行った方がいいかもしれないですね。サイドキック見せたゲイオウ、まあ、旗揚げ戦の初代王座決定トーナメントの時はノイリはエントリーしていませんでした。ワンツー、あーうまい、ガードの上から効いたんじゃないですか。やっぱり関根さん、もらっちゃダメなんですね、パンチは。そうですね。おお、ハイキックだ。どうか、聞いたか。レオのパンチは左、硬いらしいですよね。うん、離れ際も危ないですね。ノイリ選手、おお。また左のパンチ出していきます。膝、おお、ロングだ。膝がこう下腹部に入りましたね。流れの中ですね。そうですね。仕方ないところか。関根さん、でも正人さんもおっしゃってましたけど、やっぱり左、ね、サウスポーに構えられると変わりますね、すね確かに、まあでもこれ、今のローブローはダメージは残りますよ、ありますね、これあ。しかもね、ゲオの膝蹴りですからね。そうですね、そういうことですか。アンダー65キロ世界最強決定トーナメント、1回戦で日本人はヒロヤが、そして準決勝の第1試合で日本代表の山崎が姿を消しています。残る日本人はノイリだけ。これゆっくり休んだ方がいいと思いますよ。そうですね、中村さん、はい、しかし本当にここで今振り返ると日本人は1人、ノイリだけですね。そうですね、しかもね、あ、うん、本当戦えるようになったゲイオが欠場になったね、マサロっていうのを、まあね、あの減点でしたけど、まあ、それを乗り越えて、こういった形でたどり着いて、まあ、念願の、ね、試合が、まあ、準決勝で、ね、実現したっていうのもあるでしょうし、確かに、まあ、本当に、ね、いろんな思いを持ってね、今ゲイオと戦ってると思いますね、ノイリ選手は。さあ、国立代々木競技場第2体育館の観客から今ノイリに拍手が送られます。日本最後の砦、ノイリ正明、はい、ローキックです。第2ラウンド残りが1分になろうとしています。ノイリは依然としてサウスポー、インロー返す、ハイキック、でもなんかなんだろうな、おお、右に出たノイリ、やっぱりセンスがいいんですよ。あ、もうサウスポー慣れちゃいましたね。
ゲオ。そうなんですか。あんだけ出てくるハイキック、ノイリの首がガクガクと傾く。あんだけジャブ出されるとちょっとノイリは嫌だと思います。そうですね、まさにまさにおっしゃってるようにジャブを多用してきています。これあ逆にノイリ選手戻しましたね、構え方。まあ、でも中村さん、それが選べるっていうこともありますよね。はい、いやだけどやっぱり波じゃないですよ、この短期間で対応しちゃうっていうのは。左のヒット、ロング左、ロングの左。残り10秒切ります。第2ラウンド、右ノイリ、右2つ、ハイキック。おいや、お互いに右のフック。打席さん、どうでしょうか。いや今はね、ノイリ選手いい攻撃も最後しましたけどもね。ですかね。でも中盤ちょっと押されましたね。いやジャブとか多彩ですね。いやでも関根さん、本当にこの短い間にゲイオが左にも対応してきてるっていうのが恐るべしですね。左のサウスポーについね、あの外国人選手のパワーとかを見るじゃないですか、はいはい、あのゲイオ以外の、でゲオ今年は大丈夫かななんて思うんですけども、ゲオの試合が始まると、あやっぱり強かったんだなと思いますね。まさにそうですね。思い知らされますね、やっぱり試合を見ると。そうですね。小柄だからね、パワーもそんなに感じないんですけども、やっぱ強いですね。セコンダーセコンダリー。中村さん、当然こう研究もされてきているゲオではありますけどね。はい、まあでもそれをね、こう、上回っていますね、試合中に。さあ最終の第3ラウンド、準決勝最後の戦い、決勝で待つのはモロッコのイリアス・ブライド。準決勝第2試合はゲイゴ・イラサクレックとノイリ・マサーキです。ノイリが前に出ています。ここも右足前のオーソドックスの構えがノイリ、右のフックから入れ替わる形、中央を取ったゲイゴ、インロー、パンチだ。うわ、効いた。ちょっと一瞬動き止まった。ガードの上からですからね。そうですね。ブロッキングして前に出たいところだと思うんですけど、はい、あれだとねパンチあのもらっちゃいますね、どうしても。ね、左のミドル、はい、腕を殺しに来る。もう一つ距離は詰まってるんですけどね。中村さん、攻撃入っているものもあるようにも見えるんですけどね、先ほどのラウンドとか。でもこう改めてあのスローとか見ると顔綺麗なんですよね、ゲームって。そうですね、ちょっと逃がすんじゃないですかね、あの当たってるようで。なるほど、ストレート、これも当たってるように見えるんですけど、ちょっと反応してますよね、やっぱりちょっとずらすんで。はい、そう、モロに受けずに少しこうずらしたり流したりしてるんですが、うん、ちょっとこう抱え込むのはまあ注意が2つ目になりますか。はい、警告が与えられています。さあノイリ、まだ時間はあります。ちょっと口が開いてきているノイリ、何かノイリに可能性は変わる。膝だ、うわー、これ嫌がってますね。リードのジャブからストレート、左ハイキック、近い間合いだ、ローブローまた2つ。レイハイソン、先ほどももらっているので、ちょっとまたもらってしまうとさらにこうダメージ。まあでも距離詰めてきたら膝に変えたりとかやっぱ多いですよね、武器が。そうですね。今のシーンです、スローです。その前のローブローのダメージもあってですかね。再開します。さあ再開されました、高い左ハイキックはゲイオ・ミラサクレック。最終第3ラウンド、おーっとバランス崩した。残りが間もなく1分になろうとしています。右のフック、うわー、フックから左ミドルにつなげた。ワンツーストレート、やはり顔面捉える。手出したいですけどね、ノイリ選手も。うわ、今度足。し
っかりの逃がしてからの蹴りです。再開します。さあ試合再開。膝パンツ、やはりこのパンチ、ノイリ返せない、受けるノイリ、右を一つ返した、押し返せ、右があるぞ、今一つ逃げましたか、何度もつまずき、何度も遠回りしてきたノイリです。代打出場のマサノ・グランダーにまぶたを割られ、そして日本代表決定トーナメントでは決勝で山崎に敗れました。しかしこの男の前にたどり着いた。さあまだ可能性はある、残り時間は少ない、投げり振った、パンチの攻防、ここで試合終了、本戦終了、3ラウンド終わりました。ゲイオは勝利を確信か、安定です。中村さんどうですか、はい、ノーリ選手もこう苦しい展開の中でこうできる攻撃とか出してね、まあ、最後も打ったんですけどね、まあ、まあ、ゲーをやっぱり流すのもうまいし、そうですよね、パンチが特にこう際立っていたのがゲーオでした。ガードをしている間をついて差し込んできます。ジャッジはな、29対28青ゲーオ、ジャッジ千葉、29対28青ゲーオ、30対29青ゲオ、ゲオミラサクレック野入正明を下し決勝進出、これで決勝のカードがフィギュアスプライド対ゲオミラサクレックとなりました。やっぱり決勝までやってきたゲオです。さあ関根さん、はい、やっぱりきっちり勝ちました。そうですね、ゲオね、やっぱり1回戦でね、はい、37秒ぐらいで勝ってるでしょ。そうですね、でノイリ選手やっぱり3ラウンドやってるんですよね、はい、そのダメージの差はやっぱりどうしてもあったんじゃないかなという、ですから今度はさらの状態で見たいですけどね、はい、またしかし雅人さん、はい、一言ぜひください。いやでも本当にゲオはやっぱり強いですね、どんなことにもすぐ対応できるんで、まあ、さすが、チャンピオンですよ。そうですね、日本人がついに姿を消しました。決勝戦のカードはイリアスブライド対ゲオミラサクレック、連覇なるかゲオ、それとも超新星がここでスター誕生となるか、イリアスブライド。